人時間さ。うちの野生児は騙せても僕には通じないんで、よろしくどうぞ。カラスノの一年、腹立つ奴ばっかだと思ったらお前ダントツ。どうも腹立つ。相手セッターにブロックを欺いてやったという快感も達成感も与えてはならない。ほんのわずか苛立ちと焦りを含んだほころびを待ってたよ。もしもその瞬間が来たら、俺がお前がバレエにハマる瞬間だ。100点の1点だな。どう？どう？一人時間さ。合宿で新技仕込んできたのは君だけじゃないんだよ、日向。合わない。悪い。謝るとか気持ち悪いからやめてくんない？元気じゃん。ちょっと無駄にぶつかってこないでくれる？日向じゃあるまいし、上に飛びなよ、上に。ああ、うっとうしい。どうも。死って何？生きてても肝心なところで役立たずだけどね。まあでも5セットなんて疲れるし、休めてちょうどいいよ。出血は止まりました。脱臼したところはガチガチに固定しました。小指なのでプレーへの影響は最小です。時間は稼いだぜと言いたいが、どっちかっていうと山口の方が稼いだ。正直にどうも。まさかないと思うけど、遠慮とかいらないから。ないと思うなら言うんじゃねえ。ねえよ。3枚ブロックの時ずっとクロスを締めてましたが、最後の最後でストレートを締めましょう。一セット丸々、あるいはそれ以上かける罠、タイミングは外さない。絶対上なんて泣かせない。ストレートだけが気持ちよく打てる場所と牛若は知っている。本当かっこ悪いわけないじゃん。全国全国の前に表彰式